山梨大会の準々決勝は市川対京南の対戦となりました。先手を取ったのは京南。2回表コントロールに苦しむ市川のエース日渡しから2つのフォアボールとデッドボールで2アウト満塁のチャンス。ここで2番の沢登もフォアボールを選び押し出しで先取点を挙げます。その後両チーム得点を挙げ4対1で迎えた7回裏、市川2アウト満塁のチャンス。ここで今日途中から出場している大野が右中間へ走者一掃のツーベース。市川3点を返し同点に追いつきます。続く4番の日渡しもセンター前へタイムリーを放ち逆転。試合は結局8回にも1点を挙げた市川が6対4で京南を下し準決勝へ進みました。